はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね、イベント予告ということで、もうあとね何時間か後にはね次のイベントが始まります。そして次のイベントはこれは海賊転生ということで、おちょっとね影になっていて分かりにくいんで、ちょっと画像処理で分かりやすくします。ほう、これはあれだよね、修羅駒が転生して今回海賊って書いてありますね。海賊転生、そして絵にあるのは7体、だから少なくても7体プラスアルファで追加のぶっ壊れキャラなどが来る。海賊来たか。そして次のイベントは気まぐれゲートが出現、これは書いてあります。確定でしょう。どうなんだろうね、ご褒美の間、深海の間、旋回の間、まあこの辺りが来てですね、激アツです。気まぐれゲートといったらね、最近リニューアルしましたけども、それでもですね稼げるイベント、楽しいイベント、僕の中ではねそんなイメージがあります。今日ですね、ついさっき配布されました10連お祭りコイン KR、 この KR が一体何なのかずっと考えていました。今まで僕はですねこの KR 仮面ライダーのことだと思っていました。違うんですよ、この KR 気まぐれゲート、気まぐれの略なんですよ。だから10連お祭りコイン気まぐれ、今日はねちょっとこれ回していきます。激アツです。10連お祭りコイン気まぐれの中身なんですけども、激アツです。ダブルゼータの仮面ライダー電王クライマックスフォーム入ってます。これがね目玉となってきます。しかし僕はねこれは持っているんで、ここはあえて狙いません。ランク Z のですねプニツバキ姫持っていません。ルビーシュラコマ持ってるね。そしてここに01メタルクラスホッパーいるじゃねえか。そしてそうそうたるメンバー、だいたい持ってるねクーガーアルティメットホームも持ってます。だからランク Z だと僕はこの中ではプニツバキ姫を持ってません。ここ狙っていきます。あとは SSS ランクもですね仮面ライダーブラックあります。そしてかなり使える妖怪が揃ってる。まあ仮面ライダーね引いてもまだ、でもまださ何時間かあるんでイベントワンチャンありますよ。ごく生ハゲ持ってないんですよ。結構こう、おクリスタルイケメン系も入ってる。 SS ランクまであります。そして S ランクもあると、やべえな、スノーラビとかありますね。そして S ランク止まり、おっと A ランクもあると、マンを獅子キャプテンドーとプニコ、 A ランク止まりか、おっと B ランクもあると、ショッカー戦闘員は入ってるよね、入ってないと。そしてアイテムもあります。経験値玉もあるということで、イカリン入ってます。ドヤオサも入ってる。やばいね。これ、今回のこのガチャ、差が激しいよね。ダブルゼータから B ランクまで、そしてこんだけたくさんね、キャラが入っているのは、久しぶりだよ。行きましょうか。このコインに関しては1枚しかありません。10連お祭りコイン。KR 仮面ライダー電王クライマックスホームが出るかもしれない10回回せるコイン、10連だからね。ちょっと待って、これ1枚なんでちょっと練習しておきます。一応練習しておくわ。もしかしたら間違えちゃうかもしれないんで、まあ間違えようがないんだけど、さあ、おゴールドのミスパー、当たり前だよ、スペシャルコインだから。おっしゃ、おろし、この流れで来てほしいね、この流れで。さあワンチャン、ワンチャンというか10チャンだけどね、行くぜ、頼む、持っていないキャラが来てほしい。プニツバキ姫カーボン、お願いします。赤ウィスカイ、マジか。しかしこれ演出の可能性あるからねマジかこれ、止まったら、そしてクライマックスホーム来るかもしれない。持ってるけどさ、来たらさ G の秘伝書とかさ、ランクの高い秘伝書に変わるよね。イカリン来ました、 B ランク、 B ばっかじゃねえか。おいおいおい、ドライブ来たよ、仮面ライダー、仮面ライダー、仮面ライダーは当たりでしょう。技レベルね上げていきますよ。さあ激アツ、次のイベントでシュラクマ海賊パイレーツオブ SS ランク、やば、これ当たりなんじゃないの。パイレーツオブカリビアン、
さあ、おっ、マジか。まあでも SS 出たんで、まあまあまあな引きなんじゃないの。さあ皆さんはね、この10連気まぐれコイン何が出ましたでしょうか。コメント欄で教えてください。まあでもさ、まあこれはいいんだよ。本番はさ、次のイベント日付変わってね、気まぐれゲートイベントで神引きできるかどうか。僕はね結構弾きまくって、結構ワイポイントさ、おはじきにしては今回稼げたよね。まあいろいろ配布とかさ、アイテムの配布もあったしね。とりあえずね、手持ちは15万6000ポイントあるんで、まあまだね何時間かあるんで、もう少し稼いでね、次のイベント神引きね狙っていきます。じゃあ今日はねちょっと短いけどね、バイバイ。